中古の輸送増強に邁進する国鉄はついに牽引力が従来の機関車の 1.5 倍の性能を持つ機関車を完成させ、この度静岡県の工場にてお披露目を行いました。我が国鉄技術人の魂の結晶とも言えるこの新型機関車は早速石炭の輸送に用いられております。中古の輸送は任せてくれの号令のもと、大東亜の新秩序建設への国鉄の偉大なる前進が完遂されたのであります。新型機関車はこれまでの D51 型機関車をはるかにしのぐ性能を持つものの、石炭の消費は少なく、我が国の鉄道技術が世界一であることを証明したのであります。こんにちは、ゆっくりマリサです。こんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサ、イメージ変わったわね。どうしたの？女の子はみんな変態願望があるからな。ちょっと変態だけど。まあ、今日は許してくれ。さて、今日は国鉄最大の貨物用機関車 D52 を説明するぜ。冒頭の凝りに凝ったプロローグに負けないように頼むわ。わかっているぜ、任せてくれだぜ。この英国の旧 FIGE の10配置の最強の貨物用蒸気機関車、登場したのも D52 より後の1954年だ。ボイラーの新しい試み、牽引力の向上、目指したものは似ているぜ。 D52 はミカドだから10配置が違うよ。それと D52 と旧 F じゃ戦争の前後という前提が全然違うね。そうだぜ、だからこの内容に沿ってお話ししていこうと思う。D52 は登場が1943年だけど、いつ開発が始まったの？1942年だ。まず急行旅客用機関車を見てみよう。ちょっと長くなるけど、ゆっくりしていってね。これまで国鉄の幹線の特急急行の牽引を一手に引き受けていた。C53 は2シリンダーの重量パシフィック、C59 に置き換わっていった。C59 は日課事変の年1937年登場だったね。でも終戦後まで C53 は使われ続けたよね。機関車が足りなかったからな。急行用旅客用機関車の強化以上に国鉄では貨物用の拡大に対応する必要があった。急行用パシフィックに貨物列車を牽引させられないものね。日本を取り巻く環境がきな臭くなったことは、1936年が海軍軍縮条約破棄、9号式機軽戦車の登場でもよくわかるよな。9号式軽戦車って大量に作られた帝国陸軍の主力戦車だったね。日本には外地を含め石油はないが、石炭はほぼ需要を満たすことができていた。生産が活発になって、貨物と石炭の輸送が急増したんだ。96、D50 と大正時代の主力貨物機を増強するために1936年に D51 が登場、平成区間での輸送力が大きく向上することになる。あ、D51 もこのきな臭い時代に登場したんだったね。うん、でも時代環境はさらに鉄道輸送に対する要求をエスカレートしてきたんだよ。この中で D51 を上回る牽引力を持つ機関車が極秘裏に設計された。きっかけは1938年の輸送力拡充4カ年計画と、大東亜戦争勃発に伴う資源不足を補うための戦時企画の制定だった。重油は禁輸され、鋼材も輸入に頼っていたから、代用資材を使って機関車をいっぱい作る必要があるわけよね。この D51 も例外でなく、戦時資材に置き換わっていわゆる戦時系の D51 が登場するんだよ。この D51 はかまぼこドームに戦時型の面影があるよね。この1064号機は1951年に戦時装備の標準化工事を受けているぜ。そして昭和18年、1943年米国との戦争が転機を迎える中、D52 は登場した。特徴は何なの？うん、最大の特徴は加湿に燃焼室を設けた初めての試みであること、重い軸重で粘着牽引力を大きく向上させたことだな。燃焼室の大きさ分円管を短くできるから資材を節約できるメリットもあった。外観ではシリンダーの中心線より前に煙突があるのがわかるよな。うん、そうだね。これ D51 だけど、多くの機関車はシリンダー中心線と煙突は同じ位置に置かれているんだ。あ、本当だ。そして外観から見て D52 の特徴を最もよく示すのが、デフトテンダーのこのピンク部分が木で代用されていることなんだ。木材まで使ったんだね。
ボイラーでっかいねー。これで負荷木製なのね。3年しっかり持てばいいというコンセプトで製造されているから、耐久性に劣る部品や素材が用いられたんだよ。木材だと壊れやすいけどねー。こちらがテンダーで、チョタンコが木製なのがよくわかるだろ。本当だ。光月管区の D52 ね。戦後回収されなかったのが残ったんだ。下の水槽部分より、石炭庫が追いやられているのは、転車台が空爆で使えなくなった際の逆行運転での視界確保のためなんだよ。C56 のテンダーのコンセプトを入れたんだ。まあ、そう言えるな。もっとも C56 は重輪がないから逆行運転は脱線のリスクがあったらしいけど、この戦時設計では特に鉄、銅の所要量は大きく減らすことができた。性能はどうだったの？1943年12月東海道本線、山陽本線でのテストで、10パーミルの勾配で1200トンの牽引が可能であり、D51 より勝っていることが確認できたんだ。すごいわ。大成功だったのね。冒頭の大東亜ニュースもあながち嘘じゃないわけね。だが、実際に量産に入ると違っていた。D52 は軸重が 16.6 トンもあるから高線で、超重量貨物を牽引し疲労もすぐ目立ってきた。1億特攻の時代だからねー。でも機械だから修理しないと動かないよね。うん、戦う機関車 D52 は稼働率が非常に悪かった。戦時中の工作って手抜きが多かったんだよ。そして終戦直前と直後ボイラー爆発事故を起こし、一旦全車使用停止となった。怖いねー。戦後、本来の設計性能が出せるようにボイラーの乗せ替えを含め、抜本的な改修工事が徐々に進められたんだよ。D51 も同じように改修されたんだよね。ボイラーの安全率の確保のため、リベットの数も増やした。違う機関車みたいだね。外環状ではデフやテンダーが変えられ給水温め機が煙突の前に置かれたなど、別モデルのようだぜ。こうやって戦時系と並べると、回収型は D51 のでっかい図体みたいだから、戦時系が格好よく見えるわ。そうだな。魚食を全て廃して資材コストを徹底的に抑えた究極の VE モデルと言えるな。でも爆発事故や稼働率の低さは許されないよ。謝礼3年で稼働率69というのはひどいね。3年持てば良いと言ってもねー。そして回収された D52 は大発生自動給炭機も装備されその大きな性能を大幹線で遺憾なく発揮したんだ。山陽本線の瀬の八の補給運用、御殿場線、函館本線が有名だよね。俺は函館本線で初めて D52 を見たとき、前にせり出したボイラーのデカさに圧倒されたぜ。確かに。最後は函館とオシャマンデの間の重量貨物を牽引していたんだから、本来の役目を全うできたんだね。そして、戦後貨物需要に代わって、旅客需要が急激に伸びたことで、D52 の燃焼室付き巨大ボイラーを活かした高速旅客用機関車が計画された。それなら霊夢も知っているよ。みんな大好き C62 でしょ。電化の進行で平線で使うために重輪を増やした D62 も登場し、東北本線でも使われた。俺は D52 の残した最大の技術進化の功績はこの燃焼室付き巨大ボイラーだったと思うぜ。そうね、このボイラーがなかったら、C62 はなかったし、日本の蒸気機関車の評価も変わっていたかもね。GHQ は新設計の蒸気機関車を許さなかったからな。ちなみにこの C62 の3号機のボイラーは D52 の458号機のものだった。後年新規ボイラーに交換されたがな。今 JR 北海道の内部工場で眠っているね。ちょっと長くなりましたが、いかがでしたでしょうか？皆様のご意見、ご感想をお聞かせくださいね。今日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひともお願いいたします。また見に来てくださいね。